はい、こんにちは、リンマンです。今回なんですけども、これまたなんですけども、ダイソンの掃除機調子悪くなりました。以前にもですね、ダイソンの掃除機動かなくなったことあるんですよ。で、それはね、修理に出してどうやらバッテリーがダメになったということだったんです。で、その時の動画は概要欄に貼っておくんで、ぜひ見てほしいんですけども、今回はね、バッテリーは動くんですよね。ちょっと見ていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、こういう感じなんですよね。めっちゃ機嫌悪い。こんな感じでね、ランプが点灯してるんですよね。これね、フィルター交換かなと思ったんですけども、フィルターもね、結構こまめに掃除してて綺麗ですよ。まあ新しくはないんですけども、全然使えるかなって感じ。当然ね、この中とかこの先端もね、全部綺麗に掃除してるんですよね。そんな汚くないでしょ。これも綺麗し、で、なんならね、この状態でこうかしてもね、こういう感じなんですよ。だからね、フィルターが悪いとかそういうことじゃないと思うんですよね。で、いろいろね、ネットで調べてたら、どうやらね、ここら辺がね、分解できるらしいんですよね。で、分解しようと思ったんですけども、ここにね、特殊な星型のネジが必要で、家にね、一つあったんですけど、それサイズが合わなくて、なのでこれから100均のダイソーに行ってね、ちょっと買っていきたいと思います。ネットで調べると一応ダイソーで買えそうな感じだったので、これから行っていきたいと思いますね。掃除機壊れるのって結構きついっすね。これも結構高いですから。あ、ちなみにこれダイソーの V10 ってやつなんですよ。結構古いんですけど、最近までね、機嫌よく動いてて、で、突然また動かなくなったと、そういう感じですね。まあ、あとね、ネットで調べてたらダイソン街とかね、ダジャレみたいなやつとか出てきて面白いなと思ってたんですけども、まあ調べてるうちにね、こういう中がね、分解できることが分かったということでね、ちょっと素人でも簡単にできそうな部分だけやりたいなと思います。あと私ね、掃除機もう一つ YouTube の動画の案件でね、いただいたものがあるんですけども、それはそれでね、便利なんですけども、やっぱりダイソンも好きなんですよね。この取り回しの良さ、使いやすさ、お手軽さ。なのでね、なんとか直ってほしいんですよね。これで無理だったらもう諦めるかもしれないですけど。ともう一つね、私家の掃除とかね、たまにお手伝いさんとかにやってもらうんですよね。で、その方もね、このダイソン使うんで、これ使えなかったら困るんで、できたら直ってほしい。じゃあね、今からちょっと近くのね、100均ダイソー行ってきます。はい、近くのダイソー着きました。ここね、最近リニューアルオープンされて綺麗になってるんですよね。じゃあ探してきます。戻ってきました。100均行くとね、いろいろ目的じゃないものを買っちゃいますよね。結局これちょっと余談ですけど、私の大好きな麦麦っていうお菓子ね、これめっちゃ美味しいんで、見かけたらね、ぜひ食べてみてください。なかなか売ってないんでね、ほんとおすすめです。続いてはお掃除シートですね。私これめっちゃ使ってます。なんかね、100均行くたびにこれ買ってますね。お掃除にほんと便利なんですよね。続いてはこちらのマスクですね。これ100均でマスク売ってるんですよ。まあお掃除といえばマスクかなってことで買ってきました。続いてはこちらのなんかちっちゃいラックですね。洗面所に置こうかなと思って、これね、500円します。で、本来の目的だったのがこれです。ドライバー6本差し替えって書いてあるんですけども、持つところは1本なんですけども、先端をね、変えていろんな種類を使えるっていうものになってます。で、これにはね、この星型のドライバーも付いてるんですよね。事前にネットで調べてたらこれが出てきてたので、これを探してましたね。普通に置いてありました。値段はね、100円ではなかったと思います。ということで、今回これを使ってここのネジをね、開けて掃除していきたいと思います。はい、見た目こんな感じですね。ここにね、いろんな種類のドライバーが収納できるようになっております。で、使いたいやつを選んで、今回はこれですね。あ、本当だ、これ磁石になってますね。セットしやすいし、取りやすい。いいじゃないですか。それじゃあね、外していきます。ちょっとショックなことが起こりました。これね、もっと小さいやつがいりますね。これじゃダメでしたね。ショック。ちょっともう一回ね、買いに行こうかな。はい、ということでね、追加で買ってきましたよ。先端が10本入ったドライバーと、これはね、さらに多い
先端が24本入ったドライバー買ってきました。今日だけでドライバーどれだけ買うねんっていう話なんですけど、これで6本でしょ、これで24本だから30本でしょ、これで10本だからもう40本ですよ。で、先端40本分使えたらいいんですけどね、これから試そうかな。ちなみにお値段はね、こちらが200円、こちらが300円でしたね。これもね、見た目はシンプルで、先端にね、好きなやつを選んで刺すだけ。多分これかな、先端がね、小さすぎて映りにくいんですけど、まあこんな感じです。 OK、 あ、これもマグネットっぽい、うまく外せるんでしょうか。やってみます。わ、来た、来ました。これでいけるわ。あ、いける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 ぞこれ。はい、こんな風にね、ネジ外せます。あ、よかった、いけた、なんとか。先ほどネジがね、1,2,3,4 箇所止まってますんで、全部外していきます。ちなみにね、これ外すときはそんなに力はいらないですね。結構すぐにくるっと回ります。あとね、この先端がこういう変わった形になってるのをトルクスドライバーって言うらしいですよ。さて、すべてネジが外れました。これで開けていきます。ちょっと埃がやばそうなんで、なんか引きます。先ほど買ったこれですね、これ引いておきます。まあこれでいけるやろ。では開けていきます。埃が苦手な方はご注意ください。やっば、汚っ。はい、ねコードがついてて全部外せないんですけども、見てください。やっぱりね、見た目以上に中身はえぐい汚さになってますね。これめっちゃ汚い、やっば、やばない？これちょっと衝撃なんですけど、一回もね開けたことないんで、こうなんのか。じゃあね、これちょっと綿棒とかちょっと細長いものを使ってね、掃除していこうかな。やべ、下向けて落としただけでこれですよ、やば。こんな感じになっております。ちょっと今回は綿棒の先端にウェットシート取り付けて綺麗にお掃除したいと思います。はい、一旦ね、ここの部分は掃除しました。で、スイッチ入れてみると、まだダメなんすよね。ということなんで、もう一段階ね、ここにもネジついてるんで、ここも分解してね、ちょっとどんな感じか見ていきたいと思います。次のネジはね、さっきより長いですね。倍ぐらい長さ違います。ここの部分、ネジが3つあって、それ外したんですけども、それだけじゃこれ外せないんですよ。こことここにネジがあったんで、これも外していきます。これはね、普通のプラスドライバーですね。プラスドライバーに変えました。いや、これ便利ですね。100均って素敵。こちらの2本はちょっと短めですね。さて、外せるのでしょうか。はい、それでも外れません。ちょっともう一回ね、動画見て勉強したいと思います。はい、どうやらね、ここの中にもネジが入ってて、プラスドライバーのネジが見えるんですよね。で、こちらも外していきたいと思います。ただこれだとこの隙間に入っていかないんですよね。なのでどうしようかなって感じです。ちょっと試しにね、こっちも開けていきたいと思います。これね、こんな黒いケースに入ってて、こうやってね、スライドさせることでこれが取り出せるというふうになっております。ちょっと太いかなこれ。あ、これもダメそうですね。諦めよう。はい、ということでね、もう一つ手持ちで持ってたドライバー、まあ、これくらいの長さがあればね、ちゃんと奥まで入るんで、ネジが外せました。はい、こんなね、プラスのネジが入ってます。ここはね、合計4箇所ありそうなんで、これ全部外していきます。全部外れました。次こそ外せるかな。来た、外れました。はい、こんな感じでね、本体と分離できましたね。でもね、中はね、そんなにホコリが詰まってるって感じじゃないんですよね。まあ汚いのは汚いですけど、まあこんなもんかって感じの汚れ方かな。で、こちら側もね、そこまで汚れが目立つって感じじゃないんですよね。なんか詰まってるって感じはしないです。
まあ一旦ね綺麗にしたいと思います。はい、一旦ねこちらの方綺麗にしてみました。結構綺麗でしょ。でこの状態でねフィルターつけて動くのか試してみます。はい、ということでねこれでも動かないんですよ。いよいよやばいっすよね。じゃあ次どこができるのって感じなんですけどね、ここですね。ここ分解できそうなんでさらに分解していきたいと思います。ここもね星型のトルクスドライバーが必要な箇所となってますので、これ外していきたいと思います。ここの部分の内側に爪がついてるんで、これマイナスドライバーでねこじ開けるとパカッとねこう外れるんで、そのままね勢いで外しちゃいます。はい、じゃあ開けますね。中はねこんな感じで基板になってますね。基板もめっちゃ汚い。基板の汚れで吸い取りが悪いってことあるのかな、ちょっとわかんないですけど一旦掃除します。気をつけて綿棒でやっていきたいと思います。なんとなく綿棒で基板をね丁寧に掃除しました。じゃあ動かします。動きましたね。無事復活しました。やっぱりねこの結構内部の方まで掃除しないといけないみたいですね。でもねこんなところだけでさっきみたいな症状が出てたのかと思うと、なんか本当にそうなのかなと思いますけど、でもまあね依然とこのフィルターマークはついてるんですけどね、まあ動くんでよしとしたいと思います。はい、それではね復元していきたいと思います。ということでね、なんとか治りました。いや、思ってたよりね、苦戦しましたね。まずドライバー問題ね。結局使ったのは、100均で購入したこちら200円のこのドライバーセットですね。こちらとプラスドライバーなんですけど、ちょっとここの長さが長いのね、穴に突っ込まなくちゃいけないんで、ちょっと長めの方、準備してる方がいいかなということが分かりましたね。でもまあ掃除して良かったですね。見た目、外観的にはね綺麗だったんですけども、実際中開けるとねこれだけ汚れが出てきたんで、まあ、皆さんもねちょっとやってみる価値はあるかなというふうに思います。私ね実際分解とか結構得意じゃないんですよね。苦手な方なんですけど、まあそれでもね割と簡単にできちゃうんで、まあ一つ参考になればなというふうに思います。あとねこう分解しようって思ったのがもう一つあって、 YouTube とかでねいろいろ調べたんですけども、このフィルターを交換したら治るんじゃないかということで交換されてる動画があったんですけども、結局ね交換しても治ってなかったんですよね。それを見たので今回ねこういう分解して掃除しようっていう動画を作ったんですけど、フィルターもね結構高いじゃないですか。なのにねフィルターが原因だと思い込んでフィルター買うと本当損しますから、本当それこそダイソンだけに大損害ってなっちゃうんで、本当うまいこと言う人がいますね。面白いかどうか分かりませんけどね。まあまあとにかくこういったね症状にお悩みの方、一度ねチャレンジされてみてはどうかなというふうに思います。はい、ということでね今回の動画終わりたいと思います。本当ね何か少しでも参考になればなというふうに思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。